はい、こんにちは、こんばんは、コンコンです。ついにね、お待ちかねのバキコラボ開幕だぜ。ということで、私のね、大好きな作品の一つであるバキのね、コラボが始まっております。で、このね、イベントの画面を見るだけで若干ちょっと笑いが込み上げてくるような感じではあるんですけども、まあ、特にね、世界ボスが半馬裕次郎になってるのがやばいっすよね。もう1ミリも勝てる気しねえもん。完全に10秒で絶命されるやつじゃん、これ。ね。という感じで、まあね、楽しい感じのイベントが始まっております。で、まあ、例のごとくね、まあ、今回、新英雄の方はどうも後半戦で来るみたいで、今のところね、新基地付きだけが来てる形となります。ですので、今回は新基地付きのね、性能を見ていきたいと思います。で、新基地スキンの方なんですけども、まあ、こんな感じのスキンになっておりまして、結構ね、地味なスキンになっておりますね。まず使用能力なんですけども、まあ、全力攻撃加算 15%、生命加算 15%、そして陸軍攻撃加算 10% ってことで、まあ、他にいろいろね、まあ、上位互換があるんじゃねえかなっていう、まあ、そんな感じのスペックになっております。そして所持能力の方も、まあ、いつもの効果に加えて、全体ダメージとか 1% っていうので、実に地味な効果ついてますね。ほとんど誤差じゃないかっていう感じの数値なんですけども、まあ、こんな感じになっております。で、一番の売りがこのスキルの方でして、で、これもちょっとね、微妙な感じがするんですよね。で、効果はどうも、誰か一人を選択して、その相手に対してアイテムを送ることができるっていう、まあ、そんな効果みたいなんですね。で、このアイテムっていうのが、この説明を見る感じ、スタミナをね、30獲得できるアイテムみたいなんですよ。で、それを1日に5回上げることができると。で、多分自分も受けることができるので、要するにこの効果っていうのは、毎日150スタミナ回復できるっていう、まあ、そんな感じの効果になりますね。なんで、まあ、狩りの方ははかどるかなとは思うんですけども、まあ、正直、戦闘っていう方に向けてだと、あんまりね、効果はないかなっていう感じでございますね。で、これがなんでこんな性能になってるかっていうのは結構単純で、これが、これですね。宇宙天使っていう。で、これはバレンタインのスキンなんですよ。で、どうももともと、これと対応する、なんか青い白のね、スキンがあったんですよ。で、それの互換スキンとして、なぜかバキのね、コラボスキンが当てはまっちゃってるって、そんな感じらしいんですよ。なんで、これはもともとバレンタイン用に、自分のね、まあ、思いを寄せる方に対して、なんか贈り物ができますと。まあ、そういう効果として実装されているものが、なぜかバキのね、コラボのスキンとして適用されちゃってるっていう、まあ、そんな感じなんで、ちょっとね、微妙な効果になっちゃってます。で、特にこの見た目でなんか贈り物をするっていうのが、完全に違和感しかないですよね。何を贈るんだっていう。14キロの砂糖水でも送りつけるのかね、ほんまに。まあ、そんな感じでね、ちょっと微妙な感じになっております。で、まあ今回ね、まあ性能が結構微妙なんで、まあ、そこまで、まあ、無理して取る必要はないかなって感じですね。で、この所持能力目当ての方はこう2つね、あるんで、まあ、2つとも取ってみてもいいんじゃないかなと思います。で、あとやっぱりね、バレンタインスキンということで、まあ、基本的には自分のね、任意の相手にアイテムを送ることができるっていう、まあそれが結構売りになってくると思うので、まあそういったね、日頃の感謝を誰かに伝えたい方とか、まあ、そういう方はね、まあ、買ってみてもいいんじゃないかなと思います。なんで基本的には結構地味なスキンっていう感じですね。はい。で、まあ、今回はね、基地スキンだけですので、まあ、これでね、評価終わりという形になります。で、バキコラボの新英雄に関してなんですけども、若干なんかね、バグで英雄のスペックがリークしたみたいな話もあって、ちょっとね、私の耳にスペックの話が入ってきております。で、ちょっとね、正確な情報かどうかわかんないんで、詳細は触れないですけども、どうも結構ね、強い海軍が来るっぽいんですよ。なんで、もしかすると今のね、クリエッターの独断上と化しているこの環境に対して、少しね、環境を変えることもできる。それがね、期待できる英雄かなと、ちょっと期待してる感じですね。ですので、ちょっとね、まあ、後半戦の方で、新英雄が追加されましたら、早速ね、それを取得して、検証の方を行っていきたいと思っておりますので、ぜひともね、後半戦の方の解説も、お楽しみにお待ちください。ということで、今回ね、こんな感じで終わりたいと思います。じゃ、またなー。